CA とはコンサルティングアドバイザーの略で、お客様のライフプランに応じた商品をご提案しています。例えば口座開設、税金納付、振込みといった窓口業務に加えて、資産運用やローンのご相談、カードなどの商品のご提案をさせていただいております。お客様からありがとうといったお言葉をいただいた時とか、笑顔を見られた時にやりがいを感じます。お客様のからのご相談の中には、将来の資産形成や保険の備えについてのご相談も多く、専門部署と連携を図りながらお客様に合った商品をご提案できた時に、相談できてよかったと、不安が解消されてすっきりしたという声をいただけた時はとても嬉しかったです。窓口に来られるお客様の中には、学生など若い方からお年寄りの方まで世代も幅広く、会社員の方と自営業の方、主婦の方など勤務体系もそれぞれバラバラなので、どんなお客様からもお話ししてもらいやすくする雰囲気作りを心がけています。資産形成のお話から少し仲良くなったお客様がいらっしゃったんですけども、私がお店を移動するときにわざわざ窓口にご挨拶に来てくださって、藤木さんに相談できてよかったってお言葉をいただけたときはとても嬉しかったですし、次の支店でも頑張ろうといった励みになりました。銀行の業務は様々、幅広くたくさん学ぶことがあるので、日頃から自分で学習する習慣だったり、様々な業務を同時進行でこなす必要があるため、常に優先順位を考えながら行動する力がついたかなと思います。周りにも心強い先輩たちや同僚がたくさんいるので、分からないことがあったりしても助けてくださいますし、そういった方から刺激を受けながら自分も成長する、成長できる場だと思います。はい、銀行に入ってすぐ基本的な金融知識や業務に関すること、マナーに関することを学ぶ研修があります。私たち CA の場合は初級から上級に分かれて、グループワークなど実践的なものを取り入れた研修を受けます。あとその他にも相続や外国為替といったテーマ別の研修もあるので、実質的に参加できて非常に充実しています。今までいくつかの視点でいろんな行為の方と仕事をしてきたんですけども、人間関係で悩んだことは一度もないというぐらい皆さんいい方たちばかりです。上司との面談でも自分で感じていることは素直に伝えられますし、改善できることは視点のみんなで改善していこうというチームワークもあるので、すごく働きやすい環境です。